葉にすればふっとなくなる。もう寂しい思い色あせるくらいしらけないように風がさらってしまえば、してるんですけど、そうですね。そうだね。今日は、僕、藤田清って言います。今日ね、ある種のリリースイベントみたいな形なのかな、配信もされてるみたいで、そうなんですよね。そう、あんま普段バンドやってるんですけど、明るいところでちょっとやってないっていうので、なんか恥ずかしいね。やべえ、めちゃくちゃクソつまんなくてちょっと本当はそうなんですよ。本当はね、僕かわいいで、あれなんですよ。僕この自分でね、歌ってるバンドっていうか、そうライブしてる時にすごいおしゃべりがしたいんですよね。MC が結構好きで、すごい喋りたいことがたくさんあって、今日めちゃくちゃ面白い話があったんですよ。自分が、でもさっきそれをメディアに電波に公共に乗っけるのはちょっと良くないっていうので、僕が働いてるバイト先の社長が書類送検された話なんですけど、これはすごい痛かった
どこかは言わないでも俺めっちゃ面白いんですよ。あのまあ企業名伏せてたら大丈夫でしょ。あの俺ね、あの俺普段そうバイトしてるんですよ。バイトね、まあね、なんかあの売れないバンドマンの日常みたいなね。まあそのバンドあのバイトしてて、そうそうそう、でね、そうあの業務内容がまあ結構だいぶハードコアなんですよ。ピーナッツくんって知ってる人いますかね。まあ知ってる人は知ってるみたいな感じかな。うん、あのいや、そのラッパーのゆるキャなんですけど、その僕昨日地下室でピーナッツくんを聞きながら昭和に発行された SM の本を梱包してたんですよ。あの中身は見てないです。結構きついと思いますね。それをやりながら、そう最近バンドが結構忙しくて、あんまりね、ある幸せなことにアルバイトする時間がなくて、久々に働いてて、うわこれなんかめっちゃあれだな、きついなこの作業って思いながら、バイトやめてって思いながら働いてたら、そして友達からそのニュースが流れてきて、はあ、なんかすごい個人的に、あ、いや面白いとか言っちゃダメだよね、でもそう結構これ来るねっていう話だったんですけど、面白い話も喋り方一つで結構捉え方いろいろあるよね。あんま受けなかったっていうので、そうまあ何やと思う、まあまあ、ゆるくやって帰れたなと思いますだね。うん、そう今から僕普段ね、あのそうでやってるんですけど、サブスクがあるんですよ。そうサブスクで僕の音源大体聞けるんですけど、ね、今日2人でねやってるやつはあのまだサブスクに上がってないやつを、そうちょっとやりたいなと思って今やってる所存です。よろしくお願いします。ははは、真っ赤な眉も枯れそう、火をつけて何にも見えない、目に見えないようなものに踊らされ、少しホテル肌をしわくちゃに頬を寄せては、一人になれない、いけないね、もう
毎年人が増えてる。人が増えてから喋ったらよかったね。そうだね。なんかあるかな。そう、僕らは普段あのロックバンドやってるんですよ。エイジっていうロックバンドやってて、あんま僕普段歌うことそんなないんですけど、またね機会があったらちょくちょく歌いたいと思います。今日やった曲はね全部サブスクにないんで、そのうち上げれたらいいなって思ってますね。はい。そしたらじゃあやろうか。うん、やる。はい。Thank you.
後ろの2人にベースとギターでね、やってもらいます。あきちゃん、川野さん、見てくれる人が多い、ありがとうございます。じゃあそうなんですよっていうのが、あのまた時間たくさんあるし喋ってもいいかな、いいよね。あのそうなんですよ、ね、2週間前ぐらいに僕がソロでライブした時に一緒にイベント出てて、そうすごい話のね気があって一緒にそうやろうって声かけてくれたんですよ。そう僕ソロでやってるからあんまバンドメンバーっていうのがね、あの弾いてくれるんだったらめちゃんこ嬉しいじゃんって思って、そうね一緒にちょっとやってもらいます。とりあえず歌った方がいいかな。息も絶え絶え嵐の中涙をこらえて踊りましょう。お君の血も涙もない水も嫌いも雨に打たれて忘れましょう。Sweet
での日々を生き返った気がするわ。本当によかった。助けてもらってありがとうございました。そう、本当はバンドでやりたかったんですけどね、人が集まんなくて2人でやろうってなってるところに助けを差し伸べてくれて、マジでなんか生き返った気がした。ちょっと、前半の時に結構ね、これ集まんなかったらいつでも呼んでほしい。マジで覚悟してほしいです。結構喋ってね、なんか喋った感じでもうそろそろ終わりの雰囲気を出してたんですけど、もう少しやるから聞いてほしい。このいやちょっとやめとくわ。とりあえず喋りたい気持ちがすごい先行して出ちゃって、この曲の話しようとしたけど結構もうこすりにこすってるからちょっとやめとくわ。この曲の話を聞いた後、ちょっと初めて合わせるし初めて聞くのにもかかわらず泣きそうになった。僕がボロボロに振られた時の話です。でもこれはもうこすりにこすられた話なんで、前を向こうと思います。歌います。いい。さよならまたいつか、その時までを偶然すらすらよく笑うわ。どうにもならないこんな夜に浮かぶ星と屍。Thank you.
次で最後です。ありがとうございました。また機会があったらチェックしてみてください。ありがとうございました。